皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はアニメランマ2分の1第2話の視聴者の反応を紹介していくわよ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。始まった青形さん慣れからスタート。無差別格闘。ナレーションが親父。ああ、昭和のあれだ。ナレーション、良すぎるね。いいね。いいなずけ。旧版これ。ランマでいいなずけという単語を知った口です。パンダについては説明なしかよ。やっぱり胸は見せるが乳首は見せないらしい。ポロリエッチ。おっぱいペロン。え、このあらすじ、まんま旧作のじゃない？懐かしい。OP ナレーション激アツ。何度見ても OP テンション上がるなぁ。男なんか大っ嫌い。好き。アカネちゃん大変なのか。いいなずけという名のお世話係。アカネと投稿すると大変。男ランマから女ランマになった時の肩の筋肉のラップたまらん、たまらん。ふん、仲良しかよ。私はなびき派です矢印。何この絵柄。ロングアカネかわいいな。フェンスの上歩くの好きだわー。どこ歩いてんだよ。このフェンスの上歩くの当時憧れたな。ゲンコツ。お前ら言われてんぞ。ここ心にぐさっとくるな。懐かしい投稿風景。ドッポーン。パンダになっちゃった。ランマなノリだなー。おめえも早く川に落ちて女になるんだよ。猫の髪歩きって、ランマあんた猫見るのもダメなんじゃないのかよわらわら。猫嫌いなのに猫にまつわる嘘で騙し打ちをする主人公。この辺は変わらんのね。バシャ、おばあじいじい。水巻ばあさんも確認。打ち水で女の子になっちゃった。水巻のおばあちゃんわら懐かしい。メガさんは王道。女のまま行けばいいじゃない。水かけおばあちゃんお久しぶりです。これから都度見れるの楽しみにしてます。最近はコンビニあるけどね。あかね、理解力高い。おおらかな時代。というわけなんですってなんて説明したのあかねちゃん。やはり女ランマはいいわね。男っぽいランマの喋り方、貴重では。ホラーアニメ始まってこれ。こわ。東風先生来たー。萌え。東風先生イケメンだわ。べきちゃん来たー。骨格標本のべきちゃん。骨格標本持って歩いてるやつは、恐怖だろ。東風先生が CV なら子と一緒なのなんつーキャスティング。メスの顔しやがって。東風先生、実はすごいんだよな。骨格標本にべきちゃんと名付けてる男は恐ろしいよ。森川さーん。東風先生の声落ち着いたイケボになっとる。惚れてるなこれは。この先生目の前で変身見るのかよ。アカネちゃんの声が恋する乙女で可愛い。アカネちゃんが乙女の顔に。この先生めちゃ強いんだっけ？ほほう。声のオクターブ上がってるな。塩らしいアカネがすごい可愛い。戻った。グツグツのお湯でやけどしない？恋するアカネ可愛すぎるもんねー。ランマ気づくの早い。女ランマとアカネの絡みなんか好きなんだよね。東風先生も東風先生を前にしたアカネもすごくいい。よくあるヒロインの憧れの年上のお兄さん。なんだかんだ仲いいじゃないか。湯加減は適切だったらしい。いきなりバック取られたいミシン。女の姿の時に後ろから入れられたら大変だもんな。ランマ好きだわ。林原めぐみボイスからしか得られない可愛いさがある。すっと背後取るのはプロだからな。そういやそんな流れだったな。来るぞ毎朝恒例投稿大乱闘が。いかんさつきちゃんが浮かんでまう。へへへへへ。投稿するだけでこれってこの学校治安悪すぎでしょ。君は狙われているんだ。アカネ無双始まった。お前たちが狙ってる定期。周りこんなのだらけだったらそや嫌いにもなる。見えぬ。怪我するようなことはしてないな。強い。VAR チェック中見えた可能性。VAR チェックコンプリート見えませんでした。これ見えてるだろ。カバン持ったまま勝ち続けるアカネすごー。マッパの柵が光ってるー。格闘系部活多すぎない？ほんとアカネ、大変そうだな。昭和ギャグ文字擬音効果音。アカネちゃん強いわー可愛いわー。まだ投稿してきて肛門またいだだけだよな。治安悪そうで悪いからな、この高校。苦悩先輩来たー。風林館高校の青い雷だー。杉田じゃなくて苦悩先輩。縦脇出てくるだけで笑ってしまった。いやマジでウケる。違和感なくてびっくりした。タキシード仮面かな？苦悩先輩、何回ロケが。え、苦悩ちゃんとても良い。キザ杉田。あら、苦悩先輩イケメンじゃない？杉田さんの苦悩、違和感ないのがやばい。風林館高校の青いなんちゃらさん。苦悩先輩といえばスイカで強くなる男。北角の歌手は17歳杉田さんボイスなかなかいい？えらい。当たり前だよな。木刀に洞爺湖って入ってそうな苦悩先輩。苦悩は割といつも通りの杉田さん。ダメだ、苦悩先輩が銀さんに聞こえる。俺はあってちゃんと名乗るの可愛いよなわら。CV 杉田だと通常時からギャグキャラだな。弱そう。ダメだ杉田ボイスで余計に笑う。おかしいキャラだから杉田ボイスも違和感ない。元祖脳破壊か？嫉妬すんなって。持ってて、のシーン好きカッペイさんのランマ好きすぎる。これ雨降って女になるんじゃ。売られた喧嘩は買うのがサオトメ流？かーん。もう前半終わり？
山口さんのお声の欄間、本当たまらんなぁ。まだシリアスなやつ。声優が杉田に交代したので久能先輩が、より気持ち悪くなってるな。久能先輩って2枚目なのに3枚目キャラなんだよな。お前らホームルームはどうした？なんだろう。愛すべき先輩になってるこの先楽しみすぎるスイカ割るかな。マジで原作の要所要所そのまんまにしつつうまいことテンポよくアニメ化してて感動してる。久能先輩 CV 杉田さんいいな。はわやっぱランマボイスの山口勝平破壊力すごいわ。風林館高校の青い雷のゴロいいね。久能先輩やっぱ好きだわ。チェスト おう、声は陽化チェストにごわす。空がめちゃ暗い。そうはならんやろ。校門が破壊された。ああ貴重な校門が。学校の正門、壊すなし。木刀の威力じゃねえ。その竹刀は鋼鉄でできてるのか？むう。変態言ったじゃないか。何よ変態。ランマくん言いすぎ。あ。現場さん。久能がパンダにやられた。パンダに跳ねられた。雨で女になっちゃうの難儀よな。エッチだ。真っ赤じゃなくてピンク寄りの頭の女ランマ可愛い。キスマークか？なんだかんだ実力者。変わり方すごいよい。一応一般人には秘密なのね。お父さん自分にはお湯かけないで。バカ。私の推しの天道なびきと久能立脇の黒板シーン。くさ、なびき姉ちゃんほんと好き。お前なんか大っ嫌いだった。なんだよこれ。ここも好きなびきお姉ちゃんの嬉しいわ。なびきさんの嬉しいわがエロい。この二人の関係も面白い。なびきと久能ちゃんの絡み好きなんよな。久能先輩となびきのコンビマジで好き。高山みなみの少女役なんて何年ぶりか。今の久能となびき好きだな。担任の声山ちゃんじゃない。遅刻。廊下に立たされる昭和文化。昭和すぎる。ともども遅刻。昭和の廊下立たせ。これは昭和独特の絵面だね。なびきと久能先輩コンビほんと好き。うるせえ。80年代のクラス数だよなぁ。久能の珍しい学生服姿。なびきと久能先輩ペアも本当に良い。お前もかよ。変身。スーパーマン買ってツッコミ笑った。ネタに時代を感じる。着替えてるし。久能先輩、廊下で立ってない。ささささささ。久能先輩、激しいんですけど。燃えすぎない。ランマ校舎でも外靴では。これが異変ですか。ややこしくなってきた。久能先輩大暴走しているの好き。大騒ぎになっちった。ラジオしろ。マスコミうぜえ。素材。物売るってレベルじゃねえぞ。なぜか学校全体で騒ぎになってる。モブ二石さんって豪華。東急東横線。モブ二石さん使うな。関智一の贅沢使いわら。あの木刀なんでそんなスパスパ切れるんだ。木刀で金属バケツを溶断するとは腕は確かなんだな。放送部の存在感が強すぎる。お気持ち表明してください。関智一さんがモブのように出てくるぞ。平気平気プール。まずいぞ。まずいですよ。嘘を。これでみんなに知られちゃうのか？ちゃんとチュドーンポーズ取ってて笑う。ルーミックってのポーズ。まずいですよ。まずいまずい逃げなきゃ逃げなきゃ。風林館高校みんな仲良しだよね。んなわけないだろ。器用ってレベルじゃねえぞ。むにゃ。久能にとっての運命の出会い。セクハラ。いい感じに久能が気持ち悪くなってきた。久能先輩そこ変われ。これ、完全に揉んでるよね。ノーブラだし揉み心地良さそう。林原さんのセクシーいただきました。なんかさっきと雰囲気違うね。バレちった。なんというか体感が銀さんなのよ。お前女だったのかよ。見せてよ。太ももよき。正体バレちゃったね。意地悪あかね。コナミカン。捨てちゃおっかな。お湯は今回普通のトーンなのね。バカ意地悪。ヘイパス。さすがにパンツ履いてるか。あかねが勝ったら交際してあげるって、どの立場？ランマちゃん1話より声低めでよき。どない生徒。やはりこいつ天才では。器用だ。杉田さんの久能先輩たまらん。久能先輩黙ってればイケメンなんよな。そうはならんやろ。夜間がめちゃくちゃひしゃげてる。グワーン。男じゃない男じゃない男じゃない。木の上の夜間の女。なんか杉田で久能先輩のアホさが増してる。杉田さんの久能先輩いい感じに変態で最高に好き。舌を吐け。夜間じゃなくてランマが沸騰したわら。脇ホルダが潤うな。エチチだぜ。やっぱ元気な女の子のメグさんのボイス好きすぎる。女ランマ本当に可愛い。女ランマ可愛いからね仕方ないね。この野郎。やはり強いぜ。火中天身雨降り剣まで特に技名はない。さっきの格闘してたやつと同一人物なんだよな。見えませんでした。色が変わった。男ランマだったら油断しないからその補正もあるんだろうな。自画自賛。男が女に変わったところでって大問題だろ。久能先輩がおさげの女に惚れた瞬間。エロ。なびき太もも。なびき美脚。痴漢の変態仲間。なびきお姉ちゃん口軽すぎんか。杉田。久能先輩姿勢がいい。久能が面白いわらわら。おさげの女呼び来た。おさげの女へ。果たし状来たー。デートのお誘い。短パン赤ねえっち。久能先輩楽しそう。
執念深いだけでも面倒くさいよね。本当に面倒くさいな。わざわざ女になってきてくれるランマ。鳳凰大した自信じゃねえか。あ、漫画風面白演出。は？ロマンチックな男なのである。好きだ。告白されました。お下げの女告白来た。まさか CV 林原めぐみにガチで燃える令和が来るとはな。崩壊。え、待って、今の告白して照れてる久能ちゃん可愛い。ランマが灰になってしまった。多様性に理解のあるアニメや。キャスト展開わかっててもおもろい。ランマ最強だろ。ランマ乾杯。わら一郎、しかもひらがなかよ。めぐさんのアット感の破壊力の高さよ。日テレさん、高橋留美子作品作り慣れてるよな。可能な限りオリジナル準拠だしテンポが良い。杉田さんの苦悩先輩想像以上にぴったりで驚いた。今回の新作ランマで DS 性癖が開花する少年たちが出てくるんだろうな。旧作ランマ放送当時のことを思い出しながら。ここ数年のリメイク作品の中でも段違いに出来がいいし面白い。ランマ2分の1。苦悩先輩クシーブイ杉田、思ってたよりハマってた。原作のコマを思わせるカットが挟まれるのも面白かった。今回の動画はここまでよ。これからも私たちの今期厳選アニメの視聴者の反応を紹介していくから、チャンネル登録して待っていてくれると嬉しいぜ。高評価とコメントも待っているわよ。よろしくお願いね。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。